お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今年ももうクリスマスが目の前。今日は日本の風呂敷を使った環境に優しいラッピングについて、アーティストの熊谷芳恵さんへの2020年のインタビューを再放送でお届けします。クリスマスの集まりなどを前にラッピング作業に追われている方、また毎年大量に出る包装紙のゴミに心を痛めている方、日本の風呂敷や風呂敷に似たバンダナを使ったギフトラッピングに今年は挑戦してみませんか。熊谷さんはシドニーで風呂敷ラッピングのワークショップなどを行ってきましたが、今は拠点を日本に移しています。これまで YouTube に風呂敷ラッピングを紹介する動画を配信したり、和のアクセサリーの制作をしています。それでは2020年のインタビューから。熊谷さんが数年前 AJS オーストラリアジャパンソサイティ向けにオンラインで風呂敷ラッピング講座を行った時の話から始まります。どういう内容だったんでしょうか。こちらはですね、風呂敷のテクニックを使ってバンダナやスカーフ、自分の持っている四角い布でギフトラッピングをして、エコフレンドリーなギフトラッピングで今年の風呂敷、クリスマスを乗り切ろうみたいな感じのワークショップということでやらせていただきました。このエコフレンドリーなギフトラッピングっていうのは、オーストラリアでもだんだんこう広まってきてるような印象があるんですけれども、まあオーストラリア、シドニー周辺でここ6、7年風呂敷のワークショップを図書館とか市役所、高校などでやっているんですが、やはり最近、ここ2、3年は特に図書館や市役所の方からクリスマス前にワークショップをやってほしいという依頼があったので、すごく関心度は上がっていると思います。そしてまた皆さん喜んでやってくれているので、これからどんどんもっと皆さん使っていってくれるんじゃないかなと思ってますね。はい。コロナウイルスのこのパンデミックが始まる前は、そのワークショップを対面というか本当に手取り足取り教えることができたかと思うんですけれども、ちょっと状況が変わって遠隔でのワークショップがまた増えてくるかと思うんですけれども、何か気がついたこととかってありますか、教え方とかで。そうですね、やはりフェイス2フェイスの面と向かってやるワークショップの方が断然いいのは間違いないんですが、でもこれからオンラインでのワークショップはどんどん増えてくると思います。特に私がやっている風呂敷で包んでみようなっていうワークショップは、実際風呂敷がなくてもバンダナやスカーフでできますよという形でやっているので、事前に風呂敷がなければできないというわけではないので、すぐに入っていくには簡単だと思います。ただやり方に関しては1対1もしくは2対1ぐらいの少ないプライベートな感じのワークショップの方が理解してもらえるんじゃないかなというのは思いました。なぜならやはり10人を一度に画面で見ながら、人によっては手元があまり映ってなかったりするので、質問をいただければお話をして説明するということはできますが、そういうちょっと質問をなかなかしにくいというか、シャイでしてこない方にとってはちょっとアテンションがいかなくなってしまうので難しいんではないかと思います。だからやはりオンラインだったら小さいグループもしくは1対1のワークショップがベストだと思います。その形ならば今後どんどん広がっていくと思いますし、逆にそこに行かなければいけないということがないので、もっと広範囲に広めることができるんじゃないかなと思ってます。特にオーストラリアの人ということで考えると、どういう包み方とか何を包みたいというリクエストが多いですか。そうですね、特にこれを包んでみたいという感じでお話をしてくださる方は少ないんですが、はい、まず喜んでもらうのはやはりワインボトルですね。おー、はい、で一番喜んでもらえるのはワインボトルを2本包むギフトラッピングの仕方があるんですが、はい、これはギフトラッピングとともに持ち運びができる包み方なので、ちょっとここを開いて腕を入れると持ち運びやすいですなんて見せるとすごく喜んでもらえます。あ、肩からかけられて、運べるというものなので、はい。熊谷さんが風呂敷に魅力を感じて、またそのワークショップを開くようになった経緯というのはどんな感じだったんでしょうか。
はい、最初はですね、実は私グラフィックデザイン、テイフのグラフィックデザインのコースに通っていたんですが、はい、その時に別の日本人の留学生の方が日本のギフトラッピング協会の講師の方たちのデモンストレーションを学校でやるというのをオーガナイズして先生たちがいらっしゃったんですが、その際にですね、はい、一人の先生が風呂敷の包み方をデモンストレーションされて、その反応を見た時に、あ、これは結構皆さん興味があるんじゃないかなと思ったのが始まりでした。最初は実は風呂敷を売ってみようかなとも思ったんですが、はい、使い方を知らなかったらまず買う人もいないんじゃないかと思い、では使い方の方を始めてみようと思い始めたんですが、それと同時にグリーンバッグやエコバッグのような環境に優しい、はい、カバンとかが出てきて、皆さんが結構環境に興味を持ち始めていたので、あ、これはこの風呂敷を使ってバンダ、風呂敷のテクニックを使ってバンダナとかスカーフを使ったらゴミも減らせるし、オーストラリアのライフスタイルにすごく合っていくんではないかと思って、いろいろなところに声をかけてクラスをやらせてもらえるようにしました。その風呂敷のことを知ろうと思って情報を集めたり習ったりしながら、何か新しい発見というか新しい魅力というものを見つけたりしましたか、風呂敷について。正直しました。正直私オーストラリアに行くまでは、日本に住んでいる間はあまり日本文化というものに目を向けてこなかったタイプなので、うん、改めて風呂敷の歴史や包み方などを調べた時に、本当にあ、こんなに日本の考え方というのは物を大切にして、うん、使っていこうというような考え方があるんだな、すごくいい文化なんだなというのが改めて感じました。で、その思いとか考え方っていうのはオーストラリアの生活の中でも上手に入っていって、皆さんに喜んでもらえるんじゃないかなと思ったので、この風呂敷 の、 包み方だけではなくて、こうすると大事に使えるとかリサイクルしていけるっていう話も一緒にしていて、行こうと思ってやっていました。いろいろな包み方があるのを見てびっくりしたんですが、どれもそんなに難しくないんですね、実は、うん、やはり物は違いますが、折り紙と通ずる部分もあるのかなとすごく思ったんですけど、うん、ちょっとしたことですごく綺麗に見れるとか、この布の性質を考えてこうちょっと動かすだけで綺麗にできるっていうのが、この難しくない、知ってしまえば誰にでもできて、どんな形でも個性が出るっていうところがすごく、いいなと思いました。この風呂敷に関してはやっぱり日常使っていたものというのもありますし、この柔らかい素材っていうのもあるんですけど、誰でもできる、簡単にできるっていうのはすごく魅力だなと思いました。私にもできるでしょうか。全然簡単にできます。皆さんやはりオーストラリアの人はその風呂敷っていうものがどういったものかを知らないので、すごく私には難しすぎるかもっていう方がたくさん多くいたんですけど、クラス終わった時には全員が喜んで、こんなに簡単だと思わなかったという感じで、もうぜひ使いたいというふうに言って帰っていただいたので、すごく楽しかったです。今後この風呂敷の良さを伝えていくという活動をどのように継続していきたいと思いますか。はい、今回、オンラインのワークショップも経験させてもらったので、ここにやはり可能性も感じたので、オーストラリアだけではなくオンラインを使っていろんな国の方に少しずつ紹介していければいいなと思っています。またオーストラリアに関してはできればオーストラリアを訪れて、その時に出向いてワークショップをして、皆さんにもっと簡単なやり方を伝えていけたらいいなと思っています。なるほど。この風呂敷のラッピングですが、はい、超初心者におすすめする最初のものといいますか、はい、何から始めればいいでしょうか。一番基本的なのは日本でいうお弁当包み
というものがあるんですけど、これであれば、も簡単ですし、どんなものでも進めるので、こちらから始めたらいいかなと思うんですが、一つ始める前に確認してもらいたいのは、はい、結びですね。まあ、結びと縦結び、まあ、英語で言うところのリーフノットとグラニーノットの違いを理解して、組みをするときはできるだけ真結び、リーフノットを使うようにしていった方がほどけることがないので安全です。このところをもしできたら注意してやってもらえたら、物を落としたりすることもないと思うので、はい。風呂敷ラッピングについて、アーティストの熊谷芳恵さんへの2020年のインタビューを再放送でお届けしました。日本の風呂敷を持っていなくてもバンダナでもできる地球に優しいラッピング。物を包んで結ぶという風呂敷のテクニックは様々な場所に応用できるといいます。この機会に風呂敷ラッピングに挑戦、またはオーストラリアでの生活にこの日本の風呂敷テクニックを取り入れてみてはいかがでしょうか。SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。